皆さん、bonjour、コマンタレフ。この動画ではフランスの恋愛または結婚と家族についていろいろな説明したいなと思います。日本とね、随分違うので、みんな驚くでしょう。ただし、一般的な話で、人はそれぞれであることをご了承ください。今から次のようなテーマを説明します。最初に、フランス人の恋人の作り方。で、付き合い方。その後に、結婚と結婚式。最後に、結婚した後。では、始めましょう。まず、どうやって誘惑して恋人を作るのでしょうか。何よりもまず知っておくべきのは、告白っていうのが遅くても高校までする。付き合ってくださいという意味で、Tu veux sortir avec moi? みたいなことを言う。だけど、大人になるとそんなことはもう言わない。なんでかというと、子供っぽい発言として見なされてる。実は、気に入ってる人がいたら、身振り、表情、目つき、または褒めることで相手に興味があることを知らせようとする。それと、例えば、映画とか、ご飯とか、友達とのホームパーティーに誘ったりする。なので、日本の文化をあまり知らないフランス人に、かっこいいって言ってあげたら、誤解になって、実際に彼に興味があるように受け取る可能性が高いから気をつけよう。だけど告白しないから、いつから付き合ってるってわかるの?ってよく聞かれたことある。確かに日本人にとってはわかりづらいかもしれない。もちろん人と場合によるんだけど、一般的に何度もデートして、少しずつ仲良くして、キスしてから、付き合ってるって感じ。自然でロマンチックな流れでしょう。次は付き合い方。第一ポイントはコミュニケーション。フランスの文化では建前とか相手の気持ちを察することがあまりないから、だいたいフランス人は不満がある時でも嬉しい時でもはっきり言ってくるし、主張もよくする。意見を交わすこととか議論することが大好きなんだ。察することと我慢することが得意じゃないかもしれない。だからよく喧嘩するかもしれないけど、一度喧嘩したら解決してほぼすぐ仲直りする。要はフランス人は一般的に男性も女性も気概が強くて、遠慮せずに思ってることを伝えると言えるよね。第二ポイントは友達に紹介。恋人と付き合い始めてから普段友達に紹介する。実は大事なステップ。なんでかというと、カップル二人きりでもちろん、恋人の友達にもよく会って一緒に遊びに行くことも多いわけ。特にホームパーティー。なので、恋人が自分の友達と仲良くなることがとても大事。ところで、友達に紹介されると、向こうが付き合いをさらに本気で考えていると思ってもいい。第3ポイントは、バレンタインデーの過ごし方。カップル向けで恋人がいない人と関係ない日。その上、人によって、儲け主義の日として見なされていて、バレンタインデーを祝わないカップルもいる。祝うのだったら、いろいろな過ごし方がある。男が彼女に花をあげたり、一緒にレストランに行ったり、またはロマンチックな夕食を作ったりする。日本みたいにチョコをあげる習慣がないし、ホワイトデーもない。第4ポイントはスキンシップ。フランス人は子供の頃からハグとかキスという愛情の表現に慣れている。そのように愛を感じて安心するわけ。だからスキンシップとはとっても大事に思われている。恋愛の中でも同様にスキンシップが多くて、ハグ、キス、手をつなぐ、またはただ
腕とか背中を撫でたりする。そういうスキンシップは付き合いの中で必要不可欠な要素なのだよ。公共の場でもするけど控えめになる。第5ポイントは会う頻度。もちろん人と状況によるけど、一般的に少なくとも週に1回から数回まで会う。連絡もまめで、できれば毎日する。逆に連絡がなかったら怪しいと思っちゃう。第6ポイントは親に紹介。結婚を考えてなくても家族によく恋人を紹介するし、若い時は実家に住んでるから恋人がよく泊まりに来る。しかもフランスにはラブホテルがほとんどないし、ラブホテルに行くっていう習慣が全くないんだ。次は結婚へ。フランスでは日本に比べて結婚するプレッシャーがない。あと結婚する前に大抵の場合は必ず同棲する。そのように相手と一緒に暮らせるかを確認できる。合わなかったら我慢しないで単に別れる。結局フランス人は一生愛できる相手を探すと言ってもいい。別に結婚はゴールじゃない。実は全然結婚しないカップルもいるよ。次は結婚式。フランスでは結婚式は親戚と親友しか誘わない大きな祝賀みたいだ。だから基本的に上司と同僚を誘わない。一般的に夜遅くまで一日中も続く。最初は市役所で席を入れて、その後にもう一度儀式を行う。その第二儀式の場所を決めるのが自由なので、選択肢が多い。例えば、教会とか、運河船とか、小さな城とか、単に祝典会場など。教会の時以外は、大体その場で祝賀する。もちろん、食事するけど、ずっと座ってるわけじゃない。ほぼみんなお互いに知ってるから、席を立って別のテーブルに座っている人に話しに行ったりする。しかも、その食事の間に、またはその後に、新婚夫婦が準備したいろいろなゲームとか楽しい活動をする。とってもお祭り的。次は結婚した後。子供がいても、両親の恋愛がとっても大事で、家族の中核になってる。一般的に両親の間の愛情がなくなると離婚する。夫婦は子供が生まれてからも同じベッドで一緒に寝る。自分のプライバシーが欲しいし、肉体関係が肝心だよ。相手がただの友達じゃなくて、一生の唯一の恋人なんだよ。子供の前でもよくハグしたりキスしたりする。次は家族の生活。一般的に女性も男性も働いているし、家事も分担する。昔はそうじゃなかったかもしれないけど、最近できるだけ平等な関係を保つ。フランスではあまり残業がないので、割と夜早く帰ってみんなで夜ご飯を食べることが大事。しかも日本みたいな飲み会がなくて、仕事が終わると家に帰る。家族と一緒に過ごす時間を優先する。ではこの動画の終わりになりました。ぜひいいねとチャンネル登録をしていただければと思います。あと遠慮なくコメント欄に自分のフランス人との経験について教えてください。では、à très bientôt sur l'Hexagone TV.